筋肉もりもりな胸を手に入れるには高い料金を払って高価なジムのマシンで何ヶ月も汗を流すしかないと考えている人も多いと思います。でも今回紹介する自宅でできる簡単な胸のエクササイズは機器なしで素晴らしい効果が期待できます。さらに脂肪を燃焼させるクリエイティブなエクササイズもお見逃しなく。腕立て伏せ。難易度を上げるためには床についた両手を近づけてみましょう。フィットネス初心者の場合には床に膝をつけたまま始めてください。どっちにしろ体をまっすぐにして肘をあまり動かさずに脇を閉じて行うことが大切です。インクライン腕立て伏せ。上半身を足の高さよりも上にします。ソファーや椅子、その他の丈夫な家具を使ってください。その上に両手を置いて腕立て伏せをします。胸の下部の筋肉を鍛え、キレを強調しますよ。デクライン腕立て伏せ。今回は足を上にして上半身を床に近づけます。足を高く上げるほどエクササイズの難易度が増すので無理をしないでくださいね。角度がきつすぎると思ったら膝の下に枕をいくつか置いていってください。この運動で胸筋上部のキレを強調し、胸筋が全体的に鍛えられるんです。片足腕立て伏せ。今回はいつものようにプランクの位置から始めるときに片足をゆっくりと上げて、もう片方の足の上に乗せます。そして両足をまっすぐにし腕立て伏せをしてください。このエクササイズは臀筋、ハムストリング、大腿四頭筋などの下半身の筋肉にも効果があります。下半身を鍛えることによりモリモリの胸部に比べて足がアンバランスに見えることもなくなります。ディップ腕立て伏せ。ここでは2つの木のブロックのようなものが必要です。代わりに本を重ねて使うこともできます。手で支えながら体を下げてみましょう。普段よりも上半身が下がるので胸筋下部にさらに効果的です。難易度を上げるために椅子を2つ使えばさらに深く下げられます。ハーフエレベート腕立て伏せ。右手を重ねた本の上に置いて左手を床についてください。そして腕立て伏せを行うたびに上半身をひねり、左肩を右手に近づけてみましょう。2セット目は腕を切り替えます。このエクササイズは胸筋の内側を鍛えるので筋肉量が増加されます。クラップ腕立て伏せ。体を押し上がるたびに素早く上半身を床から離し、空中にいる間に手を叩いてください。胸筋を素早く収縮させ機敏性を高めるためのトレーニングです。アーチャー腕立て伏せ。次のエクササイズは両腕を広げて行います。体を下げるときに片方の手を体に近づけます。伸ばしている方の腕には体重をほとんどかけずに指先だけで床に触れて動かさないでください。右と左に切り替えながら行ってみましょう。これで次のエクササイズのための準備ができます。片手腕立て伏せ。片手を背中に置いたままワンセットを行います。バランスを保つために足を広げて腰をわずかに傾けて、使っていない側の肩を天井に向けたまま行ってみましょう。それぞれのセットで腕を切り替えてください。ダイブボムプレスアップ。普通の体勢とは違って体をまっすぐにする代わりに腰を上げてください。そして腕を曲げて頭を床に向かって飛び込むように動かしましょう。その後上半身を腕で押し上げながら腰を下げてください。水に飛び込んだ後水面に出るように背中をアーチ型にします。そうしたら最初の位置に戻って繰り返してみましょう。スライディングチェストフライ。このエクササイズは気張りか滑らかな床で行ってください。両手の下にキッチンペーパーを敷いてプランクの体勢になってから膝を床につけます。そして腕を横に滑らせながら床に向かって体を下げます。その後腕を近づけて元の体勢に戻ってみましょう。
常に腕を少し曲げたまま行うことをお忘れなく。プッシュアップホールド。筋力と持久力を鍛えるために、腕立て伏せの下がった状態で最長60秒間床に近づいたままにします。この筋力トレーニングは少なめに繰り返した方が効果的です。エクササイズの計画を立てるときは、常に自分に合った特定の目標を設定してください。引き締まった胸筋を目指しているのなら、1セットを8から12回にしましょう。そして、体重を減らすのが目標の場合には、さらに4回追加します。さらに4回追加すれば、持久力が鍛えられます。どんな目標の場合でも、胸の脂肪を燃焼させれば、その奥にある筋肉が目立つようになります。ジョギングや水泳のような典型的な有酸素運動をしたりするのもいいですね。30分間のダンスをすると約200カロリー燃焼できますし、トロンボーンを吹けば160カロリー、家の掃除をすると150カロリー、そして1時間眠るだけで40カロリー消費できるんです。エクササイズの合間に休憩するのも忘れないでください。でも休みすぎるのはよくありません。筋肉もりもりになりたいなら1、3分の休憩で十分です。筋力を重視する場合には、さらに2分休憩してみましょう。時間とともにエクササイズが楽になり始めたら、バックパックを使ってウェイトを加えてください。でも、バッグの中でウェイトが均等になり、背中にしっかりと固定されているかどうか確認するのもお忘れなく。ウェイトがずれたり片側に落ちてしまうと危険です。では、ウェイトをつけて、腕立て伏せのルーティンを始めてみましょう。これらのエクササイズを使って、ヒットと呼ばれる高強度インターバルトレーニングを行うこともできます。いろいろな腕立て伏せを10回繰り返し、休憩する代わりに60秒間ジャンピングジャックも行います。そして、最後にマウンテンクライマーのエクササイズを行ってください。プランクの状態から素早く交互に膝を胸に向かって動かします。ヒットエクササイズはあまり頻繁に行わずに週に2回にしておきましょう。自分の体重を使ったエクササイズに慣れてきたら、牛乳やジュースのペットボトルをダンベルとして使うこともできます。便利な取っ手がついているものは水を入れればウェイトとして使うことができますね。でも運動前に重すぎないかチェックするのも忘れずに。自分が持ち上げられる最大の重量の半分よりも少し重いウェイトを使ってください。それよりも重いものを使うと筋肉に悪影響を及ぼすかもしれません。胸筋のトレーニングには専用のストレッチのセットがあります。家の壁の角やドアの出入り口で片足を前に出して立ってください。そして壁に手を置いたまま上半身を前に突き出してみましょう。30秒間そのままにした後、元の位置に戻って同じ動作を繰り返します。後ろに手を組み、ゆっくりと腕を上げます。顎を上げたまま首を下げないでください。腕を上に上げたまま30秒間そのままにします。そうすれば、胸の筋肉のための効果的なストレッチになります。常に現実的な目標を目指してください。どんなに頑張っても1ヶ月で1キロ以上の筋肉をつけることはできません。スケジュールに従って1週間に2回の胸筋のトレーニングを行いながら適切な食事療法を行う方がトレーニングをやりすぎるよりもはるかに効果的です。トレーニングをする日には普段よりも多めの炭水化物と健康的な脂肪を摂ってください。オート麦には健康な炭水化物、食物繊維、タンパク質がたくさん含まれているので、トレーニングにはぴったりです。さらに、脂肪の多い魚、アボカドやココナッツで健康的な脂肪を摂取するよう心がけましょう。筋肉はエクササイズをして傷つくことにより大きくなります。ですから、回復するためには亜鉛とマグネシウムが必要です。赤身の肉や貝には亜鉛が多く含まれています。そして、アボカドやほうれん草のような緑の葉にはマグネシウムが含まれています。さらに、ナッツや種には両方入っているということを覚えておきましょう。では、頑張ってくださいね。
今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。